釣りハードモードの皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、リーダーに結び目のないですね、ミッドノットの方をね、作らさせていただきます。まずですね、P ラインをね、30センチほど取っていただいて、リーダーの上に重ねてですね、このリーダーにですね、20回巻いて20回巻き戻します。ではやっていきましょう。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、まあ、10回ぐらいね、やったらね、ほどいていただいて、密にしましょう。密にしとくとね、後でやりやすいんで。でね、あと15回。2、3、4、5、6、7、8、9、20回。これで20回ですね。今回25回にしときましょうか。25回ね、巻いたら密にしていただいて、ちょっとね、ここをね、巻き戻します。ね、戻すときちょっと爪で押さえていただいてね、持ち替えてね、巻くと、やりやすいです。こっちはね、ランダムにね、まあ、なるべく密にした方がいいんですけどね、巻いていきましょう。これ多少ね、輪っかこういうふうになってもね、後で締め込みますんでね、まあ、気にしないで巻いていきましょう。じれましたね。戻していただいて、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25回でランダムにね、巻いていただいたらですね、でここね、ちょっと濡らしておきましょうか。濡らして、ここでね、この本線とですね、リーダーにね、ハーフヒッチしておきましょう。ほどけちゃいますんでね、こうハーフヒッチしとくとほどけづらいんで、ハーフヒッチ上下でね、ワンセットと考えていただければよろしいと思います。あとでね、2セットね、追加しますんで、そしたらですね、ヒゲとリーダーを持っていただいてね、こういう形で、リーダーのちょっとよりを取っていただいて、本線をね、P の本線をね、ゆっくりね、締めていきます。ギュッと。と締めていくとね、ここでね、色が変わると分かると思うんですけど、これできればね、まあ、手袋なりね、していただくとね、手が切れなくて済むんでね、なるべくね、まあ、手袋とかしていただいて、キュッと締めます。で、ひげの方もね、締めていきましょうか。もう、ひげの方戻してね、キュッと締めます。
で、ハーフヒッチがね、この時緩むと思いますんでね、もう一回ね、ハーフヒッチだけね、しっかりやっておきましょう。ハーフヒッチのところで多少戻る場合があるんでね、ギュッと、ちょっと戻ったんで、もう一回キュッと、これでね、ハーフヒッチの部分も締まりました。そしたらね、もう一回ね、ここの本線とリーダーにね、ハーフヒッチをあと2セットしましょう。下からね通していただいて、上に回して、この輪の中に先糸を入れます。あとワンセットしましょうか。締めていただいたらね、最後ね、エンドノットする前にちょっとこれを、リーダーはね、もういらないんで、ちょっとね残して切りましょうか。ここね、ライターで炙りましょう。多少昆布作っておくとね抜けづらくなりますんでね。で、今度本線に対してですね、エンドノットをするんですけど、ヒゲをね、ヒゲでこう輪を作っていただいてね、折り返してこの本線にね15回巻きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15回巻いていただいたらね、この先をね、先ほどの結び目のね、ここの部分、ここの部分までね、持ってっていただいて押さえます。そしてね、輪をね多少こう馴染むようにね持っていっていただいたら、この輪をねこのね、ほぐしていきます。この結びをね、ほどくというんですかね、今ねこういうふうに巻いてあるんで、こう巻き戻すっていうんですかね、こうエンドノットでね巻き戻していきます。そうするとこっち側にね、巻きのねができますんでね、ほぐしていきましょう。
これでね、全部ほぐれました。こうほぐれた状態ですね。そしたらここを押さえていただいて、先ほどのね、ひげ、これをね、まあ、ゆっくりね、引っ張っていってください。ゆーっとね、絡まない。そしたらね、このハーフヒッチしたところにね、止まってですね、エンドノットがね、できます。正確に言うとこれはね、おそらくね、ネイルレスネイルノットっていうね、ノットに近いと思います。そしてこれもね、このヒゲの部分をね、ギュッと引っ張るとね、このラインのね、色がやっぱり変わっていきますんでね、多少ね、ここもね、濡らしてね、引っ張ってください。ギュッと。で、こちらでね、リーダーにね、結び目をつけないね、ミッドノットの完成になります。あとはね、このね、ヒゲの部分。これを切っていただいて。まあ、4、5ミリね、とか2、3ミリね、残して切っていただいて。ヒゲはね、これは柔らかいんでね、ガイドのね、干渉にもなりませんしね、まあ、気になる方はね、ここもね、ライターで、ね、炙っていただけるとよろしいと思います。こちらでね、ミッドノットの完成になります。それではね、皆さんね、またお会いいたしましょう。さようなら。これをね、ちょっと炙っときましょうか。それではね、さようなら。